気がかないままにそのマイナスのブーメランをさ果てしなく投げてるわけだからねそうですよねもう果てしないよもうあもう数が果てしないんです果てしないねだって全然止まってないんですもんブーメランを投げる手が止まってないです無限ブーメランですダイオい。いつもありがとうございますはい、ありがとうございます今日どうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします今日はですねうんのの専門家 大王をお招きしまして、改めまして、今最近新しい人もどんどん増えてきてますので。あ、そうなの新しい人増えてんのありがとうございます。ありがたいことですよ。本当に新しい人がどんどん入ってきていただいて。あ、そうなのあの結構ね、内容がローと向けになっちゃってた気がするんですね。ローと向けになってんのはい。プロフェッショナル向けになってた。海運プロフェッショナル向けになってたと思うんですよ。本当はい。そんなことないじゃないいやいや、そんなことないです。大王が、うの気持ちを知らない。 アマチュアの気持ちでしたってことは、じゃあ、なんとなく自分の中で運気が最近よくないから、運気よくするためにはどうしようかなって、YouTube で検索する人がいるってことはいはい、そうです、そうです、そうです、そのとその、なんて検索するの、YouTube で。だから、不運助けてとか、なんか、不運助けて、本当に ?YouTube で不運助けてって検索するのすごいね ユーチューブにヘルプミーして、しゃってる。ヘルプミー。もうユーチューブは、この世界の検索エンジン、世界第2位ですから。あ、そうなんだ。はい。そうです。そうです。じゃ、あユーチューブに、ふー助けてってなるんだ。その人たちに届けたいじゃないですか。あ、でも、でもそうだよね。だって、僕もね、35歳で師匠のとこ行った時、本当に、ふー助けてってキーワードだもんね。あ、え、あ、助けて。ふーん、いや、や、どうにかしたいとか。うん。あの、いや、本当にヘルプミーだな。ああ。 届けたいんすよヘルプミーだね本当にねそうだよね、本当にヘルプミーだったな、なんとか、どうしたらいいのかってとこだよね、全く分かんないじゃないですか、全く分かんない、手がかりゼロだ手がかりゼロだね、どうしていいかも分かんないし、まあ本当にね、どうしたらいいんだろうかって感じだからね、じゃあ、そういう方のためそうです、そういう人たちに届けたいんですよ。届けたいい いたいのはいピザーラーあピザーラーお届けです<ー>、はい、ドミノピザでもありますあじゃあそういった意味では、はい、本当にもう切羽詰まってるとそうですそうですそうですでなんとかこう自分の人生を好転させたいというはい、はい、じゃあ本当に僕が35歳の時師匠のとこに行ったような人に。はいはいはい けたいじゃあ,じゃあ,あれがね35歳の自分に喋るような感じからあそういうの欲しいですあ<ー>だけそもそも、うん、あの基礎知識なんですけど、うん、運って何かっていう運はエネルギーなんですねのもーだよね。のえー、そうなんですね、うん、だけどそのエネルギーにはやっぱりいいエネルギーもあるしさ悪いエネルギーもあるからねだから運気の悪い人っていうのはさやっぱり悪いエネルギーがね自分の中にあるがゆえにそれを引き寄せるわけだからさ、はい、はい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 この宇宙は因果の法則とまあね法則で言ったらもう無限に にあるわけだけどその大元の大元の大元の法則っていうのは因果の法則だからさはははいはいはい、はいね、原因があるから結果があるわけでしょはいで今の自分はさね今までの自分が作り出してきた最高傑作が今の自分だからさ、うんうん、でその、うん、ねこの結果の自分が本当に運気が悪いとかさ、うん、もう本当助けてほしいっていう思いっていうのはやっぱりどっかでこうマイナスのエネルギーを自分が発してるがゆえにマイナスのエネルギーがやってくるっていうただそれだけのすごい単純な<ー>すだで宇宙の法則がシンプルだからさ このマイナスのエネルギーを発してるっていうところにもうちょっと気づけるような感じがいいですね、うん、あでもしょうがないよ<れ>だってもう僕も35歳までは知らないもんそんなの。 全く分からないよね、そんなのね、そうですよね、全く分からないよ、そうですよね、だからついてない人って、基本的にはさ、マイナスのエネルギーで、やっぱり、ち溢れてる部分ってあるよね、はい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 、だから、誰かに対して怒りを抱いてるとかさ、許せないとかさ、こいつだけはとかさ、もうむかつくとかさ、はい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 、そういう、だから僕もそうだったよね、やっぱりすごいマイナスのエネルギー満ち溢れてたよね。あっ、大悟も35歳ぐらいまでマイナスのエネルギー満マイナスのエネルギーれてたよね、そう、満ち溢れる。道あ溢れてる、道ってあれてる。 でで漏れてるがゆえに、はい、漏れてるし、うん、宇宙にはそういった怒りを投げかけてるしねその触るものをみんな傷つけて<っ>そんな中でやっぱりそんな中でさプラスのエネルギーがやってくるわけないじゃない。はあそうですね。うん、だからねそういった意味ではねほんと因果の法則って本当にね、うん、自分がそういうね原因を作るから 結果がやっっててくるんだあさすごい納得するよねそういうのはね,自分,ね自分に当てはめてみると、はい、やっぱりねそういう理不尽なことも多かったし辛いことも多かったっていうのはしょうがないよねだって自分がそういうマイナスなものをさエネルギーを発してるんだからさそうですねそうだからブーメランの法則出してさ投げかけたものは返ってくるわけだからだから投げかけたエネルギーの大きさだよねああ、うん、なるほどだから人のことを傷つき続けてる人っているさいます ずっと嫌みばっかり言ってるとかさ悪口ばっかり言ってるとかさいますねそれを口利かなかったとしてもその目つきとか空気とか態度とかオーラとかさな無視もだいぶマイナスのエネルギーじゃないですかとかもひどいねねそそううですよだからそういうエネルギーをずっと発してるからマイナスのエネルギーを受け取るのであってさだからこの法則を知ってるとさ悪いことできななくるよねそうですよね。うん でもこの知らず知らずのうちにやってる悪いことが一番怖いですよねそうだね気がつかないからね気がつかないやつ気がつかないままにそのマイナスのブーメランをさ、うん、果てしなく投げてるわけだからねそううですよねもう果てしないでよもう あもう数が果てしないんですよ果てしないねだって全然止まってないですもんブームランを投げる手が止まってないです、うん、無限ブームランです,よすやっぱ常に何かをこうね憤、はい、りを感じながら怒りを感じながら許せないという思いで生きてるわけだからそれは発してるから受け取るよねうん,うーんなるほどすごいすごい,すごいシンプルじゃない,いこんなシンプルなことないじゃないすごいシンプルです、うん、すごいシンプルですこれ結構うーんと 周りの人、誰かに対してマイナスのエネルギーを発してるとかは分かりやすいんですけど、自分自身に発しちゃってる場合とか、あるよね、自分に対して怒りとかあるよね、なんでなんだよ、みたいな、なんで YouTube ばっかり見ちゃってるんだよ、なんでゲームばっかしてんだよ、とかね、よ、みたいな、もう夜じゃねえかよ、みたいな、あるよね、いや、夜だったらまだいいんだよ、朝になってるから、もう朝じゃねえかよって、回ってますよね、でも、僕もね、 はい、僕、僕何歳までゲームやってたのかな、たぶん30ぐらいまでゲームしたと思うんだよ、多分。はい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 、長い時間、いや、もう、KS で朝だよね。えー、そうなんですね。もうで,で、それでなんかさ、うん、うまくいかないとさ、もうコントロールとか投げるじゃん。えー、これもてますね す <laughs> すごいです、ね、うまくいかなかった時とか「ダーとかってさはい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 わかりますわかりますわかりますわ<う>かりますわかりますだからそういった意味ではやっぱりマイナスのエネルギーで満ち溢れてるかゆえにこうね自分のところにマイナスがやってくるっていうさいや完全にあれ一人でいるのにマイナスのエネルギーの自家発電してるじゃないですか、うん、ゲームをしながらう、ね、もうほんにだからねまあゲームでもそういう時期ってやっぱりね、はい、僕の子供もそうだったけどやっぱりそういう時期って ね、会ってもいいかなとは思うけどもねうちの息子もね、散々、多分うちの息子なんて人の10倍ぐらいゲームしたんじゃない <laughs> な、ね、朝から朝までゲームしたから、彼は。あ、そうなんんでですすねね、うん、いつ寝るんですか、ね、朝から朝まで、ね、ゲームしてて、はい、うん、もう僕はもっとやれって言ってたけどね。へぇ、そうなんですねお前。お前は寝なくていい、お前はゲーマーなんだからって。 ただ、彼は本当にさ、すごいゲームのなんかすごい世界のね、すごい人になると思ってたからさ、はははいいい好きな、だって、1日20時間もできないよ、ゲーム、それいで日ないんだから、それ延々と繰り返してるんだから、これ、才能だよ、そんなんできないそんなできないだから好きなことをそこまでできる才能だからさ、そううでですすそそれ伸ばしてあげなきゃいけないから、ああ親としてそうですことか、寝るなんてさ、寝てると叩き起こしてさ、ゲームボーイ、私、今やれってってさ、すごいですね、ゲームボーイだったら、どこでもできますからね、でうだから。 だから、そういった意味ではやっぱり才能だよねその好きなことをさ突き詰められるっていう才能だからそうですねでもでも彼高校ぐらいになったらもうゲームやめちゃったもんねあそうなんですよなんでって聞いたらもうやり飽きたって言ってるからもう飽きちゃったんだもう一生分やっちゃったんゲームあれとかないんですこうやって死ねみたいな、やってたようちの息子もだからそれねあれもマイナスのエネルギーのバンバンやるやつでさ死ねとか言いながらやってる人いるけど これだけは絶対だめで、これはちょっとご、やっちゃいけないこと、おこれ、これ言ったら、もうゲーム取り上げる、ね、取り上げなんですね、それだけはダメだだ、ね、だって、これって何かっていうと、マイナス,エイナスのエネルギーだね,ーだねで返ってくるってことっ、ね、ってくる帰ってくくるるですよね。 それをしてるとだからゲームってその格闘系のゲームって自然に自分の運気下げてる可能性ありますよねいやだからそのねバンバン打つやつってねやっぱり世界中でオンラインでね繋がっててやるやつもあるしさはい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 ありますでもうちの息子はそんなこと一切言わなかったよええそうなんですね長生きしろみたいないやうちの息子はすごいなと思ったけどやっぱりあのゲームをしててさはいなんか僕はやらないか知らないけどさうんなんか ヘッドセットしてさヘッドセットしながらさ、はい、なんか下にチャットが出てくるんだよねああ<ー>、チャットが出てきて、はいはい、なんか打ちながら、はい、そのチャットできるんだよねそうなんですねでその仲間であるじゃん世界中の仲間とはいはいはい、はい、で、うちの息子はさ、はい、なんかあの うちの,そのコードネームというか自分で付けたんじゃないと思うけど、はい、うちの息子はさなんかあだ名があってさ、はい、みんなにゴッドって言われてたもんね。めっちゃすごいじゃないですか、うん、ゴッドの称号もらえますそ<う>しかも相手はもしかしたらイエスの国かもしれない <laughs> 本当の神,神の <laughs> <や>日本人の神の感覚と全然違うわけですよいやだからなんかゴッ,ド、はい、ゴッド助けてくださいとかさ <laughs> ゴッド囲まれてますとかでさ待ってろみたいな。<laughs> はい 俺が今行くから待ってるみたいなね。すごいじゃないですか。かそんな会話するんですね。そうそうかすげえなと思いながら見てたんだけどね、はい。そうですね。でもまあ本当にね、そういった意味ではね、ずっとそういうね、中学三年生ぐらいまでずっとゲームしたんじゃないかな。はい,はいはいはい。でも高校生になったらもう全くゲーム知らなかったもんね。あ、そうなんですね。もう通り抜けたんですね。うん、あ、だからもうもうやり尽くしたんだろうね。そうですね。うん。 まあ彼が今ゲームしてるかどうか知らないけどねああ、そうですね、うん、だからね、<や>僕もそうだけどやっぱりそうやってなんか熱中しちゃう時ってあるよねああ、そうっすよね、うん、だから今ね、<で>やっぱりその電車の中とか見ると本当にゲームに熱中しといねスマホのゲームに熱中してる人がいっぱいいるけどねいっぱいいますいいいます,すごいなんか僕は羨ましいなと思うよねああ、 それをする時間があってそうそうそう羨ましいなとすごく思ういや大王そうですもんね常にあの指先で1億円を動かしてますよねシャシャ1億頼むよ」やらなきゃいけないこともたくさんあるし考えなきゃいけないこともたくさんあるし <laughs>、はい、もうねやっぱりそういった なんか案件がたくさんあるからね一つずつやっぱりこなしていかなきゃいけないから <laughs> そういった意味では本当になんかそうやってますゲームする暇あっていいなと思うけどねねそうっすよ、ね、ういつかしたいですもんね <laughs> ゆっくり。そうだから本当はさ ねね、3十ぐらいまでずっとゲームしたからね、やっぱりゲームしたいなと思うよ、やっぱり、はい、そうですよね、ファイナルファンタジーとかさ、ドラゴンクエストとかさ、バイオハザードやりたいもんね、はい、今、どんな綺麗な映像で、ね、今、どんな素敵なシナリオになってるのかそうだから、プレスタ5なんかもし家に来ちゃったらも、もうさ、もう人間としてもう終わってしまうよね、もうすべてのことがね、<laughs> もうたまに一こいなのがあの、うんとか、なんだろう、おもしろい。 映画ととかかドラマを見つけた時とかあだから本当さ、このネットフリックスとかもね、はい、最近、あれだな、ネットフリックスとかもそういった動画も全く見てないね。あ見てないね、本当に今年に入ってからさまざまな事柄が起きて、もうやんなきゃいけないことが山ほどあるからね、はははいはいはい、はいまあ、まあまあ、ありがたいんだけどもね、そうですね、うん、だからもう今年はもう仕事に生きていかなきゃいけないねあもうダイオじゃああれですね。 今年年は仕事の年としてそうそう、だからそういった意味では本当にもう、なんかそこにやっぱりね、フォーカスして、命かけていかないと、やっぱうまくいかないかかならねそうですね、うん、そうですねまあいろんな案件が本当に来てるからね、ね次から次へと同時進行しながら、最近、今年に入ってからまた会社作ったけども、うんうん、また全く別の業態で、うんうん、また会社作りたくなっちゃったしね、ああ、そうなんですね。うん え今回作った会社とはまた新しいのに、はい、だからどうしようかなと思ってねそそうです、ね、そうでですすねね自分でできないから誰かにやってもらおうかなとか、はいろ、はい、んなことをジャニーさんにやってもらおうかなとかさはははい、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 やりましょうジャニーさんは自分の時間がいっぱいあるからいいなとか <laughs> <laughs> ジャニーさんもう売れっ子だからねいやー本当に幸せにやらせてもらってます、うん、っていうかもう趣旨が外れてるよああそうですうんとはうんとはでしょはい、うん、マイナスエネルギーをそ自然に発しちゃってるっていうところからです、ね、そうそうだからねま,まずだどうしたらいいかっていうと、はい、まずその投げかけるものを変えていかないといけないよここうん、うん、やっぱりだからどれぐらい人生変えたいかだよねうんどういうことです いやだから本当に自分の中で例えば僕当時その35歳の僕だったら、うんうん、なんていうかと僕,僕は別人格になりたかったええー、そ,そこまで,で、ね、別人格になりたかった全く。う全く1 8と違う人間になりたかったえそれって、うん、あれですあのその自分の、うん、もうそのこれから進む道の先に、うんうん、ゴールはないって何となく思ってるからですいやこのまま何のために生まれてきたのか分かんないじゃん このまま行ったらあ<ー>こんなつまんない人生を送るために生まれてきたのかなとか思うじゃんう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 んだからそ,、ね、そのためにねどうしたら自分が変われるのかうん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 っていうことにすごいこう明るい未来が見えなかった自分の人生にね、うん、だからそのためにどうしたらいいのかってことで模索してる中で、うん、まあ師匠と出会って師匠にじゃあねいろんなことアトバイしてもらったから、はい、じゃあ本当にね師匠に言ったことが本当にそれね実践したら本当に人生変わるのかなと思ってはい 本当に師匠に言われたことは目が開いてる間中はずっと意識してやってたもんねああそうなんですね、うん、だからねそのもしなんか自分の人生本当に切羽詰まって変えたいと思ってるんだあればやっぱり自分が投げかけるものを180度変えて変えていかなきゃいけないよね別人格にならないといけないよね<ー>僕は別人格になったよ<う>大王大王の変化ってど,どんなビフォーがどんなあれにあったそれこか <laughs> 口から出る言葉はマイナスな言葉しか出てこないしさ笑顔とかもあんまりないし態度も悪いし態度も悪かっただから常に怒ってるからさ常に怒ってる、うん、<あ>何に怒ってる怒て,てるっかっていうとやっぱ神様に対して怒ってるんだよねなんでこんな人生にするんだっていうさだから全然見当違いだね、うん、そうなんだ、ね、だから感謝っていうのは僕の人生になかったよね35歳までね そうなんですね、うん、だからすごいひどかったと思うけどもでもそこでやっぱ師匠に出会って気づかせて頂い,いてからは本当に180度変わって、はい、で本当にね投げかけるものを変えると絶対受け取るものが変わってくるからまずこの投げかけるものを変えていかないと人生変わらないからねああそうなんですね、うん、だからそれに気が付いた35歳だから投げかけるものを180度変えていったんだよねはい、はい 今はそこから180度変わった大王の延長線上にいるんですか、うん、ずっと延長線上だよねあそうなんですね、うん、じゃあ今の大王のルーツっていうか、うんうん、根幹をつかんだ変換点がそこだったそう本当に180度人格変えるつもりで取り組んだからねうん,うんそうなんですね、うん、でもそれができたっていうのはやっぱせっぱ詰まってたからだから だからみんな変わりたい、変わりたいって言いながら実践しない人って本当たくさん見てきたけども、うん、やっぱり心の奥底では自分の変わりたくないんだよね、なんだかんだ言ってその今の自分が安住の地だったりするわけだよね、だからそういった意味では僕は本当に嫌だったので、はい、まあ本当に泣きかけるものを180度変えていったし本当人格も変わっちゃったしだから,だからね早かったよね、受け取るものが変わるのがね。 そうなんですね、うん、だから中途半端にだらだラやって,ても意味がないからさ、はい、僕は本当か100しかないから、はい、やるならやるやらないならやらないだからだから本当になんとかねその受け取るものを変えたかったから、うん、本当に投げかけるものを100度変えていった結果が、うん、まあこうなってしまったっていうねな、うん、これがいいのか悪いのか知らないけどもさはい、うん、そうですね、うん、でもあの時はあるよね。本当に らいものならないぐらい、ね、あの意味わかんない人生になっちゃったけど、まあ、これはこれで面白いからい、はいとね大悟はじゃあ今の人生はめっちゃ好きなんです、うん、あいやうんあうんうんうん改善の余地ある改善の余地ある <laughs> そうなんですか改善の余地あるけど35歳の時とはもう別人別人格だから、はいはい、楽しいよねほんとに、ね、あ,じゃああれです、ね、あ,のあとは微修正の連続であそうそうそう本当にそうもうね、はい、完璧な人間なんかいないんだからさはいはいはい、うん、はいはい、はい もうだからその辺ではやっぱ少しでもさやっぱりね、あのー、少しでも少しでもこうね毎日毎日改善だからさうん、うん、改善していきながらまたね、うん、来世の自分にバトンタッチしていかなきゃいけないからそうですね、うん、だからまあ本当にねその前世よりも今回はいい人になろうと決めてきてるわけだから前世よりも根性根性よりも来世いい人いい人いい人、うんうん、だからいい人になろうねってとこだよねそれに尽きる本当に、うん、それをぜひこのチャンネル見てる人も、うん えー、投げかけるものを変えていくそうだよね本当に投げかけるものを変えていかないと人生変わらないからねそうですね投げかけるものが受け取るものだからさはい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 ら人のことを傷つけ続けてるとか人の悪口を言ってるとかうちばっかり言ってるってうそういう投げかけてるばさそれは受け取るものものそ、うん、どんなものを受け取るか分かるじゃない、うん、そうですね、うん、だからここをすごく意識したよねはい、うん、ぜひあのー 今日から明日から、うん、自分の投げてるブームランを意識する今この瞬間からね変わりたいと思えば投げかけるもの変えていかなきゃいけないからねそうですね、うん、始めてほしいと思いますはい。ありがとうございます